ロシア軍、バフムトで、消土戦術に切り替え、ウクライナ司令官。ウクライナ軍地上部隊の司令官は10日、東部ドネツク州の要項バフムトについて、ロシア軍が消土戦術に切り替え、空爆や砲撃で建物や拠点を破壊していると述べた。軍のメディアセンターによると、同司令官は、ウクライナ軍によるバフムトの防衛は続いていると発言。 状況は困難だが制御可能だと述べた。同司令官によるとロシアの民間軍事会社ワグネルは疲弊しておりロシア軍はバフムートへの攻撃を支援するため特殊部隊と空挺攻撃部隊を投入している。ロイターは事実関係を確認できなかった。今のウクライナの戦術としてはできる限り今ある兵力でロシア軍をバフムートに引きつけておいて ウクライナの反転攻勢は手薄な南部からということなんでしょうね。バフムートでの消土戦術は甘んじて受けるしかないのですよ。4月から5月にかけて反転攻勢を仕掛けると言っているのだから、それを気長に待ちましょう。あまり短期で物を見ない方がいいよね。キーウ攻防戦の後、ハルキウ攻防戦があって、ヘルソン攻防戦があって、すべてロシアが敗戦して撤退しているわけで、 長い目で見た戦局はそういうものです。東部バフムート、戦況は困難も、人事は保持。ウクライナ軍報道官。ウクライナ東部バフムートの市内での戦況について、ウクライナ軍東部方面部隊のチェレバティ報道官は9日、敵との距離が非常に近く、最も困難な状況だと述べた。 報道官はしかし補給路はまだ開いており、ウクライナ軍は陣地を維持していると語った。ロシアの民間軍事会社ワグネルの戦闘員がバフムート方面に対して最も激しく攻勢を仕掛けているが、ロシア軍の空挺部隊や歩兵隊もバフムートや周辺で戦闘に参加している。ロシア軍が主に攻撃している地域では、依然としてロシア側が下方で優位を保っているという。報道官によれば、 バフムートに弾薬や食料などを供給しているほか、負傷者を運び出している。ウクライナ軍が9日午前に発表した最新の情勢では、ロシア軍はバフムートの完全支配に向けて攻勢を続けている。非公式の報道によれば、ロシア軍は市の中心部から西部へゆっくりと前進を続けている。ロシア軍の次の標的は鉄道の駅となる可能性がある。 ウクライナ軍の兵士は9日全国放送されたテレビ番組のインタビューでバフムートの状況はウクライナ側にとって本当に厳しいと述べた。ロシア軍やワグネルの戦闘員が人数でウクライナ軍を上回っているという。兵士はバフムートについて地獄と形容。ロシア軍の砲撃は止むことがなく多連装ロケット砲や航空機による攻撃もあると述べた。 ロシア、悪名高いワグネル以外に新たな傭兵部隊を昨年から育成。ウクライナ戦争で悪名を馳せたロシアの民兵隊、ワグネルグループとは別に、ロシアで新しい傭兵部隊、コンボイ、護衛隊の意が昨年末に創設されたことが分かった。ワグネルグループに代表されるロシアの傭兵は残酷な戦術で、 米英情報当局の監視対象になっていたフランス24が8日に伝えたところによると、2014年からロシアが占領しているクリミアで、昨年11月に新たな民兵隊が創設された。クリミア共和国の主張、セルゲイ・アクショーノフ氏が民兵隊創設を主導した。彼は過去にはギャング団に身を置いた人物で、ゴブリンというニックネームがついたという。 アクショーノフ氏はこうした過去を否定している。ロシア語基盤の非営利調査報道メディア、バージニエ・イストーリーの報告書によると、コンボイは昨年の発足当時300人規模で始まった。彼らはテレグラムで自分たちを少数精鋭部隊で広報しながら隊員を募集している。強い正当派のロシア、ウクライナのサタン主義者のような文言も使われた。 隊員は小銃を基本で備えており、狙撃手の訓練を受けている。ロシアの主力戦車である T-80、T-90 を保有しており、電子偵察装備まで備えている。ワグネルグループ創設者のエフゲニー・プリコジン氏と婚姻にしているコンスタンチン・ピカロフ氏がマザイという別名で総指定官を務めている。5万人規模のワグネルグループと比べると比較的新しいグループだが、 ロシア首脳部の権力闘争によってはワグネルグループに代わる集団になるのか関心を集めている。これと関連してフランス24はコンボイの出現はロシア大統領府がウクライナ戦争でワグネルグループの支配的な役割を減らそうとしているという一貫した報道が出ている中でなされたものと指摘した。プーチン大統領の料理人出身であるプリコジン氏は戦争局面でワグネルグループを前面に出し 権力の核心部に一気に登り詰めた。元囚人が含まれたワグネルグループは激戦地であるバフムトなどで無慈悲な人海戦術によりウクライナ軍を追い詰めた。これによってモスクワではプリコジン氏と軍首脳部の対立説など牽制の声も出ている。アクショーノフ氏はこうしたプリコジン氏の後に従うことを希望しているという。バージニエ・イストーリーは アクショーノフ氏は人を真似るのがとても上手で、プリゴジン氏を模倣して自分だけの勢力を作った。おそらくモスクワに自身の存在感を印象づけさせるためのものと指摘した。ワグネルグループが過度に有名になったため、ウクライナと西側情報機関の公然の標的になった点も、新しい民兵隊の浮上を呼び起こさせた。2日にワグネルグループと関連したロシアの民族主義成功ブロガーの ウラトレン・タタルスキー氏がサンクトペテルブルクのカフェで白昼テロにより死亡する事件が起こった。こうした事件が起きてから、英国防省は定例会見を通じ、ロシアがワグネルグループに代わる民間軍事団体を講演して開発する可能性が高いと警告した。アクショーノフ氏のコンボイ民兵隊の他に、チェチェン共和国の主張、ラムジャン・カディロフ氏の民兵隊も候補軍に選ばれる。 フランス国際戦略研究所 IRIS のルーカス・オービン研究員はフランス24にプーチン氏は民兵隊を含むあらゆる手段を動員する点で日和見主義的権力と分析した米流出文書にも登場したワクネルグループ ワグネルグループは最近流出した米国防総省の機密文書にも登場した。CNN は9日、この文書によると知られているよりも米情報機関はロシア民兵隊であるワグネルグループに不学浸透して情報を収集したとみられると伝えた。ある文書にはワグネルグループのリーダー、プリコジン氏が プーチン氏に対し持続的な影響力を確保するためウクライナで戦うロシアの囚人を追加徴兵するという内部議論が含まれていたワグネルグループがアフリカのハイチで活動を強化するという内容も含まれたよくわからないのですが動員兵などをもっと投入したいのだけど国民の反発を恐れて大規模な動員令が出せないそうは言ってもウクライナ構成の噂もあり戦力の増強は急務 建前上は強制的な動員ではなく、傭兵という形で兵力保持を試みている。そんな感じですかね。ロシア派のクリミア住民の危機感を煽る目的もあるのでしょうか。ウクライナ、地対空ミサイル枯渇化。5月にロシア攻勢対処に懸念。ワシントン共同。 米紙ニューヨークタイムズは9日、ロシアのミサイルや自爆型ドローンの迎撃のため、ウクライナ軍が地対空ミサイルを大量に消費しており、5月には主力システムの弾薬が底をつく恐れがあると報じた。米国防当局者らは、ロシアの戦闘機や爆撃機が制空権を握り、攻勢に出る可能性があると危惧しているという。交流サイト SNS に流出した米国の機密文書や、 米当局者らの話を元に伝えた同紙によると米国防総省の2月28日付の機密文書はウクライナ軍が使う地対空ミサイルシステムのうち旧ソ連製武クのミサイルは4月中旬に S300 のミサイルは5月3日に復定すると試算しているゼレンスキー氏が怒るのは国家元首として当然のことだと思います 今回含め、プーチン・ロシアのミサイル攻撃がなぜいつも民間人を誤爆してしまうのかはわかりませんが、世界を核で同喝し続けている以上、国際的な世論がプーチン・ロシアを非難する方向になるのは当然で、むしろ非難しない方が不自然だと思います。